どうも皆さんこんにちは。はいこんにちは。最近メイドインアビスに再び火がつき、アマゾンさんにお世話になっているウプ主です。レブ君の可愛さとかっこよさの両立は異常。さて前回のコメントで、村人に名札をつけるとデスポーンしないという情報をいただきました。そもそも村人はデスポーンするのかという疑問を持ちつつ、まあ名前つけると区別しやすいだろうということで必要な村人に名前をつけてみました。ですよね、修繕の人。クレータ人形儀な名前。他には、あれ？どこ行ったの？一応ゾンビ対策に柵を一周ぐるっとしたから近くにいると思うんだが。ああ、いたいた。ここも埋めなきゃね。はい、この人はゾンビ肉とエメラルド交換してくれるのでゾンビの人としました。デスポーンの他に、違うところからダメージが入って倒れてるのではないかという可能性があるので、今回はこの村をバリアフリーにしたいと思います。安定の最低限ちゃんと。まあまだ幸運がついてないだけマシといったところですかね。幸運ついてたらその場でポイ捨てしてた可能性がある。夜になった？寝よう。ここの階段もついでだ。見栄えよくしよう。さて、ここの登って曲がる道はどうしようかな。効率強化4はやっぱり精密な整地には向いてないなぁ。クリック1回するのに慎重になる。ん？曲がるところに踊り場的な場所欲しいからなぁ。これでいいかな？うむ、なんかちょっといい感じになったな。ここが凹んでいるのは不自然だ。埋めちゃおう。ついでにもうこの畑もいいかな。誰も回収しに来てないし。この前やった牛大繁殖計画のために村中の畑を全て小麦に変えちゃったからみんな飽きたんだろ。よし、そこそこ場所取れたからここは噴水とかまた作ろうかな。ゾンビとかわかないようにしっかり湧き潰しもしてね。こっち側も登ってこれるようにちょっと綺麗にしようかな。ま、こんな感じかな。階段ブロックを使うのも手かもしれないけど。まあその時は道を全部丸石にしなきゃいけないのでそれはまた今度にしますか。次は、水問題を解決しようかな。この村、川の上に生成されてて珍しいんだけど、水害が起きている可能性があるのでちょっともったいないですが川の上を塞ぎたいと思います。あ、もうガラスと交換してくれない。エメラルドと交換してリセットされないかな。無理っぽい。ということで、遠征じゃ、近くに砂いっぱいあるけど、あんまり風景を壊したくないので遠いところから砂を持ってきます。砂漠があれば一番なんだけどな、砂漠の砂漠化ができるし。そうしたら採石場っぽく見せれるからいけるんだけど、この周りのバイオーム、あったかい感じしないから砂漠バイオームがある可能性はあんまり高くないかな。仕方がない、ここら辺から砂を拝借しよう。拠点からちょっと離れたから、あんまり気にしなくてもいいな。とりあえず4スタックほど回収したけど、これで足りるのかな？ 4 スタック、多そうで結構少ないから足りないかもな。とりあえず夜になる前に帰りましょう。スナイン。さて、焼いてる時間暇だから他のことしますか。村人、救出、大作戦。ということでここの穴を埋めるべく、ここにお住まいの方々を村に返そうというこの企画。おせえ、おせえ。まあこれでは帰ってくれませんよね。ここに用意いたしましたのはレールとトロッコ。はいはい、乗ってね。これで上に上げたも同然。お、もうすでに自力で帰ろうとしている。君たち仲いいね。とりあえずおせい、おせい。お、足早いね。よし、村人一人目救出完了。次はゾンビの人。乗ってくれない。端っこにいるとどうしてもトロッコの方には押せないな。はいオッケー、押せ押せー。
YouTuber っぽく三人称にしてみたり。あ、待って待って、ストップストップ。あー止めれない。もう一度。おせおせー。怖いわ。あーもうわかった。そんなにそこがいいならそこに住まわせてやるよ。地下が好きなんだろ。だったらここで一生を過ごせばいいさ。だがしかし、これ以降お前が太陽の日を見ることは絶対にない。人と関わることもない。そこで一生ゾンビ肉をエメラルドに錬金するのだ。これで地下に村人が入ることはない。青鬼畜、焼けたかな。ん、もうちょっと。クイックタイム、説明しよう。クイックタイムとは、時間の流れを速くする神の技だ。時間が止まる？ちょっと何言ってるかわからないですね。とりあえず第二陣をかまどに入れて、水害対策作業開始。水源が一段だけのところはガラス置いても地面しか見えないので、土で埋めたり、掘って二段にしてガラスの下は必ず水になるようにします。これで1スタック分か。結構余っちゃうんじゃない？と、思っていた時期があったそうだ。ええー、かまど諸君、時間短縮のため君たちには分割してこの砂を焼いてもらうことにする。正直分割することによってもらえる経験値が少なくなるのは不服だが仕方がない。むしろ経験値インフレしてるだろ。そう考えたら自動精錬施設とか作っちゃっても問題ないのか。はい、二人は待機。よし、焼き終わり。さすが、分割すると仕事が早いな。これで3スタック使ったことになるけど、あれ、足りるかな？あ、全然足りないな、こりゃ。よし、埋め終わったー。これで水害の問題は解決、かもしれないを一つ潰したわけですな。聞いてください村人さん、川の景観をあんまり損なわずに水害から村を守りました。アスペルミスしてるわ。後でちょっと直しますから少し待っててね。それは君の甘えじゃないか。次回までには必ず直します。しまいには、骨が砕けるぞ。まあ黒幕はウェスカーなんですけどね。元気な村人だな。さすが大物ですね。ちなみにゾンビの人は、ゾンビ肉錬成が不可能になっちゃいました。また気が向いたらリセットしておきます。やる気ゼロ。最後は道路の手直しです。あ、まだ最後まで完成してなかったのね。草ブロックじゃないと舗装された道にはならないので草が伝播するまで待機してました。この舗装ブロック、横のブロックがチラ見できちゃうのであんまり道としてはおすすめしません。多分いつかこの道も石になると思います。今すればいいのに。いやまあ、なんとなく今は舗装道路を使いたいだけなんですよ。向こうの道とつなげますか。うん。え、なんであんなところに草ブロックが。エンダーさんか、ちょっとずつ地面を荒らすのやめてほしい。ん、どうやってつなげようかな。とりあえず双方向の道を伸ばしてみよう。そしたら安定の鉄塔舗装ブロックでね、広範囲にまばらに舗装ブロックを作ることでたくさんの人が使ってる土地という感じを演出する。なんだこの汚い土地。お前がやったんだろ。さすがにこれはないわ。修復、まあ今はこれでいいか。
ということで、今回はここまで、川の上を歩いてる感じがしてちょっと楽しい。これでバリアフリー化はできたかな？ではまた次回お会いしましょう。